でもその頃のジャイアンツ中畑さんも言ってたんですけど、ほらえぐかったって言ったんですファームは。はいはい、もう厳しかったって。厳しかった。練習が、練習も厳しかったし、毎日誰かやっぱり犠牲になる。犠牲にならない日がないもん、誰かしら。いや本当それぐらいだったよ。うん、それで寮でもそうだから。寮長誰ですか。あ、ケンジの親父ですか。そう、ケンジの親父。これはもうね、寮で毎日何かあのバトル、グラウンド行ってまたバトルでしょ、うん、そりゃね、そういう中でやってたらだんだんたくましくなるよね。あの寮は、うん、あの場所にあったんですか、今のランドンと。一緒一緒一緒。あ、建物が、まあ、あの古いか新しいか、古かっただけね、うん、そこ入団、その前の年の入団する前の年の11月か12月に入団会見って読める新聞であって、はい、その後寮見学行きますって、はい、バス乗ったら、はい、球団事務所はあそこ、まあ、大手町にあったので、はい、でそこからこうバス乗ってさ、こんな遠いところにあるんだとさ、ね、それであの当時さ、読売ランドのあの遊園地のあの近辺行くと、もうだってすごい田舎じゃん。あれ、僕がジャイアンツ行った時でも、うん、ジャイアンツこんなとこ住んでんのと思いましたね。そうでしょ、結構古かったでしょ、はい、まあ、あのすごい田舎じゃん。田舎、そうですね、まあ住宅街ができてきてたなっていうぐらいですね。そうだんだんね、はい、あの当時はだってもう真っ暗だから、ね、山ともう野原でしょ、生田スタジオがあっただけだから、うん、そういうことですよね。と思って、うん、こんなところにジャイアンツの寮があるんだと思って。田舎から出てきたのに。そう、いや、さ、大手町はもちろん大都会、うん、そうですね、東京の中心ね、そこからバス乗ってどこまで行くんのかな、おい、こんなところ、ね、真っ暗だぜっていう。すごいところにあるなと思ったね、最初は。あ、やっぱそうだったんですか。いや、本当、そうそうそう。でまさかね、アンパンチが待ってると思わないですよね、プロ入って。高校の時の監督があんまりアンパンチしない人だったんですか。いやいや、そんなことなかったよ、はい、監督も部長も、まあ、やっぱりそう、当時はね、はい、まあ、あんまり表立ってそういう感じは見せなかったけど、うんうん、やっぱり、まあ、当時はあったし、うん、もちろん説教、先輩からのね、ご指導も、ご指導もね、まあ、厳しいご指導、高校もそうだし、ね、プロに入ってからも、プロもあったんですか。やっぱジャイアンツもあった、星座集合のありましたよ、アンパンチ。うん、まあそこまではなかったけど、ああ、もう星座で、うん、1年目の、はい、あの紳士たれっていうのあるじゃないですか。巨人軍は紳士たれ、はいはい、アンパンチじゃないですもんね、だってそれは。それは違うね。あれだとどういう風にこう教育されるんですか。その一番印象に残ってるのは、はあ、いや、まあ、ユニフォームを脱いでる時 ね、脱いでる時の一社会人としての、まあ、はい、振る舞いっていうところに、はい、をちゃんとやろうってみたいなことは言われた、ね、そうですね。当時ライオンズは、うん、渡辺久信さんを筆頭に、うん、新人類って言われて、うん、グランドに行く時にジーパン T シャツ、うん、ジージャンみたいな、うん、スニーカー履いてっていう、はいはいはい、まあ、普通に下手したらジャージで行くみたいな、うん、だったんですよ、うん、もうトレードになった時まさか皆さんジーパン履かないっていうのは知らずに、あ、そうだね、スラックスに今のこんな感じですよね、うん、まあまあでもここまでの格好は俺もあんまりしたことなかったけど、うん、あの襟はついてましたもんね。襟付きだったよ、ね、僕が行った時も、うん、それはそう、ちょっと覚悟して行ったんですけど、うん、スラックスがなくて、うん、ライオンズにいただいた遠征用のスラックスを普段に履いて行ってました、うん、あの頃。そう、渡辺さんのだって僕の一つしたでしょ、はい、やっぱりそこら辺でもうやっぱ新人類って言われるぐらい言われた時ですね、新人類って。でもジャイアンツは、うん、まあ、そこから7年しか経ってないので僕巨人行ったら、うん、まあ、原さんなんかジャケット着てくるし、あ、革靴履いて球場行くの見たことないんで。そうだね、まあそれでもその当時はまだ、でもだんだん少しこう何て言うの、そこまでじゃなくて、うん、まあ普通の、まあ、ジーパンじゃない、ジーパンじゃないですよね、ズボンで、あ、まあ、襟付きだったら OK みたいな感じだったけど、あ、僕ら入った頃は吉田隆さんが選手会長だからね、キャッチャーの、そう、はい、吉田さんすごい厳しくて、ね、やっぱりだから絶対ジーパンとかダメ、きちっとした格好してこうって伝えられたわけですね、自分ダメだと言われて、紳士たれっていうのはまあその履き違えちゃやっぱいかんと思うんだけど、ね、まあそうかといってね、みんなだってそれなりにはなんかいろいろまああったし、ね、耳にこう髪がかかるのがダメで、当時は2軍の時も ね、だから長くなってきたらよくコーチとか寮長が、おい、俺が切ったろかとか、ハサミこう持ってきて、格好したりとかよくしてたね。ああ、もう、行ってこいよって。そうそうそう。
でヒゲもダメじゃないですか、うん、ヒゲ毎日剃れって言われた、毎日ですもんね、うん、僕あの巨人行って、うん、まあ、少し試合出れるようになってから、うん、やっぱ勝ちたくて、うん、今ラウンジはヒゲもいいんで、はい、だけどこう、まあ、わざ僕そんな生えないんですよね、河合さんみたいに、河合、うん、さんちょっと2日くらいで朝剃って夕方顔色悪くなってますもんね、河合さんなんかも、いやもう本当朝剃ってももう夜には試合後にはああってなくなるわけだから本当に毎日剃らなきゃいけないからもうめんどくさいんだけど、そうですね、ジャイアンツダメですもん、ね、ダメダメダメ、で僕験担いで、まあ、2連戦、うん、3連戦で2つ目勝ったら、うん、もちろん剃らないんですよね、うん、そしたら僕篠野さんにすぐ言われたっす、ああ言われた、どうしたのお前、なんでどうして剃らないの、いや験担い、いらないんだよ験なんて、そんなちっちゃいのも担いでるんだよジャイアンツはヒゲダメって知らなかった、うん、いや知ってもじゃあそれって言われて、うわ厳しいと思って、そうだね、ヒゲとか髪の毛は結構うるさかったね、で当時もこの金のねブレスレットする人もあんまりいなくて、うん、ジャイアンツにはそうだ、ね、パリグもこんなぶっとろこしてるみたいな、ね、最近は多いよね、最近多いと思わない、あ、ま、出したりね、うん、出したりしてるのが、あの背番号つけたやつとか、うん、ダイヤモンドで、うん、あどう思います、まあ、あと、まあ、たまに金のネックレスとか、はい、まあ、シルバーとか、ね、あの自分も一時つけてたことがあって、はい、だけど見えないように中に入れてた、うん、だから例えば見えるんだったらちょっとハイネックじゃないけどネックがついた T シャツ、お守り的な感じですもんね、そうそうお守り的な、僕は今でもしてるんですけどつけてこうやっぱシルバーのが色目立たないから、うん、シルバーにして、ね、絶対入れとくって、そう、ね、今ちょっとわざと出してこうメジャーリーグっぽくやりますもんね、なってるね、俺あんま好きじゃないですよね、言わない、言ってもしょうがないから言わないですけど、うん、そんなのにむくれても、うん、そこのそこ争ってもしょうがないところじゃないですか、まあそうだね、球団が言ってくんないと、そう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 、それは自分も思ってた、二三軍とかの監督やってる時もそうだし、はい、あれでも一応 NPB とかでルールがなんかあって、はい、まあ、例えばほら今なんかいろんなメーカーのこういうやつ、はい、ありますよね、健康に的な健康のやつ、ああいうやつもなるべく上には出さないでくれ、中に入れてくれって言って必ず言ってるんだけど、それでもやっぱり出てる人もいるし、ああ、そうですね、自分のプライベートのやつも出してる人も結構いるし、そうですね、わざとね、うん、あれメーカーだけですもんね、喜ぶの、そうそうそう、選手はもらってちょっと喜んでるぐらいで、そうね、だからまあつけて別にいいと思うけど、まあ、なるべくこう、まあ、公に見えないように、ね、うん、した方が俺なんかもいいかなって、そうですね、まあ、今でも野球の中継見てもね、うん、そうですね、あまりにも出てるケースも結構あるから、うそうですね、背番号ダイヤモンドってね、まあ、やっぱ日本人的じゃないよなっていうのはありますよね、もうちょっとこう遠慮気味にやったらどうなんだろうじゃないかなっていうふうには自分は思う、そうですよね、我々の育ちとしてはね、うん、そうそうそう、その今の時代受け入れてないわけじゃないけど、うん、ちょっと違いますよね、そうだね、河合さんのは藤田監督の後誰でしたっけ、監督王さん、王さん、王 会長が監督になられて、はい、で何年目から一軍でした、はい、僕は2年目、そんな早かったですか、そうですよ、1年目で藤田さんが交代されて、はい、で助監督だった王さんが監督になられて、その最初の年の僕が2年目の4月の終わりに一軍に上がったんですよ、はい、だから野手に転向してそういうこと本当に1年、さっき言ってたゼロから始まってね、党内連携だってバックアップだってよく分かんないんじゃないですか、分かんないし、その当時は2軍では僕最初は1年目はサードが多かったのね、あそうっすか、3塁で60番でレギュラー取ってたの、あ2軍で2軍で最初に出た人はサードだから、でそこでレギュラーを、それも最初くらいないからね、途中から取って、で徐々に、まあ、須藤さんが、まあ、こう計画通りショートへ回したり、うん、あそうたまにセカンド守らせたり、練習はいろんなとこやってたよ、うん、だんだんそうやってセカンドショート守らせてくれて、で2年目の春キャンプで、ちゃんとやって、2軍の開幕の最初から2番ショートで出てた、で1ヶ月ぐらい、約1ヶ月、はい、あの3月の後半に開幕して約、まあ、3週間から1ヶ月近くイースタンで4割ぐらい打ってたね、はあ、2年目の最初、はい、でそれで声だった、まあ、2年目の最初に、うん、ファームとはいえ3割超えるバッターってあんまりいないですもんね、うん、ファームで3割5分打ってたら上じゃ絶対打てますからね、うん、3割打ったら使えますね、上で、だから、まあ、バッティング調子良かったし、うん、でまあ、2軍でもレギュラー取って1ヶ月で読んでもらって、うん、横浜スタジアム一番最初、うん、でそれこそショート河野さんですか、河野さん、ただね河野さんがちょっと足が調子悪いからって言って、うん、誰か2軍にいないかって言って声がかかったのが俺だった、はあ、で上げてもらって、うん、河野純喜さんとかもしかしたら岡崎さんがその時ショートを、はいはい、岡崎さんはその時あれだ、まだちょっと病気されて多分大分帰ってた、内臓の病気でしたね、最初の日に俺試合出してもらって、呼ばれてすぐ呼ばれて途中よ、途中試合途中から、うん、最後もう
8回ぐらいだったの、はい、そしたらいきなりあの当時の太陽でしょ、はい、最初に飛んできた打球が屋敷さんの左打席キャーッ来たような打球が、うん、こんなやつが飛んできてさもう必死こいてどうやってさばいたかわからん覚えてないけど必死こいてさばいたらあ飛んできて余裕なかったですか余裕なんかないですこのあの屋敷さんあの当時のだって球界でナンバーワンって言われるぐらいの足だった人でしょ、まあ ね、それも左打席ああなるほどもしセーフになっちゃう確率高いですもんねそうよだからもう必死こいてはあで間一髪みたいにアウト取ってそれがまあ2年目のじゃあ守りだけだったんですかその日は守りだけだったでも初打席あそうで5月に入って初スタメンだった後、はい、楽園、はい、阪神戦後楽園でしたねねはいピッチャー福間さん左の、最初の打席はなんかセンターフライだった記憶があるね、はい、あの頃のまた後楽園って、うん僕らもファームだからどんどん多摩川とかでやったりしてたんですけど、うんうんうん、たまに一軍上がった時日本ハムと絡みでやったんですけど、はいね、やっぱジャイアンツがやるっていうイメージがあるから、ね、だからこうテレビの世界だったんですよ後楽園行くと、ねうん、ここか、ね、思うよね長島のっつってもう子供の時にテレビで見てた映像がそのままやっぱありました ある感じがあったもんねあベンチって結構急だなみたいなそう狭い後ろね、お客さんとむっちゃ近いじゃんそうここみたいなめっちゃ近いですね。で夏暑いし暑い人工芝だね。やっぱそういうイメージだったんですね。あったよ。遊具が見えて。はいあのレフトのところです。パラシュートみたいな。やっぱ思いました。覚えてる。テレビで見たのかなっつって。それが本当にジャイアンツのユニフォーム着たんですもん。ジャイアンツファンだったんですかそもそも。ジャイアンツファンだったよ。あそうですか。阪神ファンじゃないですか。いやテレビつけたら。巨人戦しかやってないんだから それ見とも一緒でしょ僕は 100% 巨人ファンですからそうでしょで隣が広島で、ね、あとまあ隣が阪神でしょ阪神ですよ、ね、だけど両方の中継が入ってくるっていうことはないわけよ大阪は例えばサンテレビが毎日やってるけ どあれは大阪のこの関西圏だけだね、うん、広島は広島でやってるけどでそこだって広島だけでしょ、ね、岡山に入ってくるのは全部巨人戦です巨人戦だ誰のファンだったんですか巨人でもやっぱり王さん長嶋さんを見てたし誰っていうのは なくて他球団でもいい選手が好きだった、うん、やっぱり英語で言うと変わってますもんねだから変わってるね河合さんだから野球の見方がその例えば巨人ファンだったけど、うん、巨人がとにかく勝てばいいとかっていうそういう感覚で野球を見てるイメージってあんまりなくてまあ負けるより勝った方がいいなって思ってたけど、うん、けどそれよりもやっぱプレーを見たりとかするのが好きで、うんうん、他球団の、まあ、あの当時だったら阪神だったら当然確率さんもらえたり、藤田平さんとかいてね、はい、平田さんショートやってとかそうでも山下大輔さんとかね他球団でもかっこいい人いましたよねそういう他球団の人も好きだったしで例えば巨人対阪急の日本シリーズとかやると、はい、相手はピッチャー山田久志さんとか福本さん足立さん来て山口隆さんにまあ野手だったら福本さんとか加藤秀樹さんとか、はい丸川野とか丸川野いましたねショート弓岡さんで取ったか大橋さんだったか、はい、松永さんもがサードやって松永さんとか まだその時島谷さんかもしれないなあ僕の2つ上だとそういうレベルになってくるんですねそうあと若手の美濃田さん美濃さんが若手だったんですねその頃そう僕が入団した頃はブーマンになってきますからねあブーマンね、はいブーマーとトイレ入ったらブーマーこうだったってこんなことはいいんですよちょっとじゃあこれたらいや、まあ、やっぱじゃあそういうのじゃあもうバリッバリ巨人ファンっていうよりも、うん、例えばそのシリーズ見て、はい、例えば弓岡のバッティング渋いなみたいな見ちゃうタイプですか守備いいなとかまあ例えば弓岡さんのエンドランむちゃくちゃ三遊間にゴロ転がすのうまいなとかさ福本さんはあんなスリコイバット持ってる割に意外に引っ張って長打打つのそうホームランね打ちますからねでまあ自分まあピッチャーもやっぱり小学校の時はソフトボールだったけどピッチャーとかショートやってたんで、うん、その当時はね、うん、だからピッチャー見るのも好きで、うん、やっぱり山田さんとか足立さんのアンダースローかっこいいなとかさ、うん山口隆さんはそんなにね身長大きくないのに150キロみたいなね上からすっげーボール投げてんなとか、まあ、そういう印象ってすごいあったなかなか渋いでしょ野球の見方が渋いそんな小中学生いないですからねそうやっぱりまあだからフランス語で言っても変わってますもんね変わってるそんな小学生いないです僕ら、うん、いないと思うハラーみたいな僕らだったら、うん、で今でも原辰徳監督って書いてる、うん、携帯見ると、うん、漫画みたいなんですねあれそんなわけない俺の携帯に原辰徳さんの原辰徳の携帯入ってるわけないだろうこれでもちょっとしちゃったんですよ、うん、トレードの話聞いてお前さんどうしたって
だって思いますね。例えば中畑さんにもそうだし、あ、まあ、あるよね、やっぱりそういうイメージね。